口之津港から車でおよそ5分、小さな赤い橋、南蛮大橋を渡った場所にある、口之津歴史民俗資料館、海の資料館にやってきました。ここは口之津港を一望することができます。明治32年に建てられた明治洋風建物で、以前は長崎税関口之津支庁として使われていました。南蛮船来航の後、口之津町がどう変わっていったのか、館長の原田立夫さんにお話を伺いました。明治に入りましたらね、三池炭鉱の石炭は、大型船が三池へ浅くて入れなかったもんですから、現在の大牟田ですね、あそこで三井が石炭を掘りました。燃質のいい良質な石炭がたくさん取れたもんですから、それを輸出しようと考えた。ところがあそこは砂浜でした。浅いもんですから大きな船が入れないと。口之津こそもう十数メートル深いところですから、しかも天然の良港ということで、ここに外国船が来て、一旦大牟田からダンベ船という幅の広い底の浅い船で石炭を持ってきて下ろして、それを大きな船に積み替えて、ここから中国やシンガポールに持って行ったわけです。で、当時の明治39年の記録を見ると、長崎が255万円で、口之津は443万円なんです。これ今のお金にしますと約500億円、口之津の輸出だから500億円、これを私は2番目の日本史というふうに話しているところですね。当時は今の人口の約3倍、1万5000もの人々が口之津町に集まってきたそうです。長崎港よりも多くの輸出高を記録していた口之津町ですが、その繁栄も長くはありませんでした。実は明治42年に大牟田に港を作ったんですよ。三井が砂浜だったところを掘り込みましてね、で港にしてしまったもんですから、大型船も入れるようになったということで、口之津に来てた船が来なくなりました。で、口之津が一気に寂れていくんですね。実は国道からこの資料館まで来る間に162軒の店が並んだったんです、商家が。ところがもうその大牟田から外国に持っていくということになりましたら、商売が成り立たなくなるわけですよ。ですから三井が口之津にこう大商作として、口之津の男を三井の船の船員として雇いましょうという約束をしてくれたんですね。これありがたいことですよね。今から50年前、昭和40年頃の記録を見ますとね、口之津の全世帯の6割を超える家庭が外国公の船産という時代があったわけです。これは全国でも類を見ない。面白いのは三井の写真の中に、船の中では標準語は喋りきらんねんよかけん、口之津弁が喋れんやったら使い物にならんと書いてある。その一言でわかるでしょ。特にここはですね、市中化というのができるんですよ。市中化というのはまかない方ですよね。ここでできましたのでね、その後これが生かされるんです。実は船員の時代が終わってもレストランを開いたり料理屋を開いたりということで通用していくわけですね。だから今でも対岸の方にまだ国立の海員学校が残ってますし、また船員さんたちはもう協力が良かったもんですから、外国で買ってきたお土産、ここに資料館に提供してくれたものを今大きな部屋に展示品として、これはまたよそから来た人はびっくりしますよ。私たちは当たり前に見てますけどね、口の人は誰でもこれは当たり前のものだけど、よそから来た人は、なんでこれがというふうにおっしゃるとね、そういう口の人の歴史の流れということになります。先ほどご紹介したハンバーグのお店ミズリオンの店主松林さんも元船員さんなんです。他にも口の津には元船員さんが営むお店がいくつもあるみたいですよ。最後に原田館長からのメッセージです。どこの町にも歴史はあるけれども、ここは天然の良港ということをキーワードにして、光と影の分があまりにも振幅が大きいんですよね。口之津の歴史を知りたい方はどうぞおいでてくだされば、私館長ですけども原田と申します、説明もできますので、よろしくお願いいたします。口之津歴史民俗資料館海の資料館には、かつて口之津で暮らしていた方たちが残した生活用品や農業器具、石炭の積み出しに使われていた道具など多くの歴史的遺産を展示しています。地元の名物とまで言われる原田館長の軽快なトークを聞きに、リピーターも多いそうですよ。口之津歴史民俗資料館海の資料館のお問い合わせは電話 050-3333-0005、
050-3381-5089 050-3381-5089 までどうぞ。口の津の歴史を学んだ後はちょっと一息、チームラジオ岩屋さんがご紹介する口の津町おすすめのお店です。カフェブレーメンにやってまいりました。ここが僕がおすすめの喫茶店です。純喫茶ですね。口の津港から車で約2分のところにあります。早速店内をご紹介したいと思います。店内に入るとすぐ目の前に自家焙煎されたコーヒーがずらりと並んであり、カウンターとテーブル席で15席ほどあります。いつも楽しいお話をしてくださるのはマスターの福田俊一郎さんです。口の津というのは昔から船員の町で、私も船員をやってたんですけど、20年ぐらい乗った時にたまたまコーヒーを勉強しないかと会社から言われて行く羽目になったんですけど、ところが僕コーヒーが飲めなかったんですね。まあ行くだけ行ってみるかと言ったんですけど、そこで巡り合ったその南千住のカフェバッハというコーヒー屋さんがとんでもないコーヒー屋さんで、もう私が打ちのめされて今に至ってます。お客さんにコーヒーを楽しんでいただくためのあるこだわりがあるそうです。例えば3人で来られた方には濃さを変えて出すとか、そういうこともやってます。そうするとお客様がお互いに濃さを比べるとか、そういう楽しみもありますね。お客様の例えば楽しみというのはそのおしゃべりとかもでしょうけど、唯一お店とかの内装とかじゃなくてやっぱりカップが一番大事でしょうから、同じコーヒーを3人頼まれても3種類出すとか、そういうふうにしてます。口の津の魅力を一言で言うと、そうですね、やっぱり口の津っていうのは歴史ですよね。今でこそ長崎に歴史の町長崎と言われてますが、長崎よりも開港が早いんですね。実はね、450年です。そういういろんな歴史を引きずってる町で大変楽しいと思います。ぜひ皆さんも口の津においでください。そしてカフェブレーメンでですね、とんでもないコーヒーをお召し上がりに来てください。カフェブレーメン、美味しいコーヒーはもちろんなんですが、あとシフォンケーキ、マスターの奥様が手作りされてるそうなんですが、これがまた美味しいんです。コーヒーと合わせてぜひ食べてみてください。以上、私岩屋がおすすめするカフェブレーメンでした。